はいどうも、セブンナイツおじさんです。セブンナイツ第3話ルールカチュンやっていきたいと思います。ちょっと久しぶりになってしまって申し訳ありません。レベルは78まで上がって、冒険が、ちょっと詰まりましたね。星2が限界。ここら辺ね、超運が出てくるんですよ。それがちょっと辛い。超運が辛い。なので、ちょっとパーティーをパワーアップしないと、ちょっと無理かなと。でチーム編成は、まあ、バリスタ、ユキ、エリス、メルキル、カールヘロンなんですけども、まあ、これでちょっと物足りない感じなんで、じゃあどうしていこうかなっていうふうに思うと、一応、デロンズが2体いて、これをちょっと活かしたいなって思ってます。結構キャラは集まってきてますね。あと、ユキもいて、で、メルキルも3体いて、ってやって育てていこうと思うとね、結構、幻想が必要になると。結構持ってんだけど、これで全然足んないですよね。だからちょっと頑張って育てていかないとなーっていうところですね。で、今回はね、28日目の、SP キャラ召喚券がね、手に入ったんで、これをね、まず、ゲットしていきたいと思います。で、やっぱりね、今、旬のキャラがいいかなと思ってて、間違えた。装備になっちゃった。聖水が、まだ、全然ないんですよね。これがきつい。新規の人も、復帰勢もね、聖水を貯めるのがきついんですよね。なので、覚醒ができないと。今のところ俺覚醒はジュフィーだけか。ジュフィーしてるんですよね。ジュフィー。まあやっぱりレイドが大事なんでね。なのでこんな感じでね、パーティーが組んでます。はい。で、次に覚醒したいのは、まあ、今回選びたいキャラ。デロンズかなと。やっぱ今の旬のキャラはね、ゲットしておきたいなと。もう帰ると悩んだんですけど、まあ、覚醒させればデロンズの方がいいかなって思いまして。まあ、アリーナも含めて考えるとね。なのでデロンズを選びます。召喚する。で、2体いるんで、金まで持っていけるんですよ。36金まで。なので、それで、ちょっと、いいかなと思いました。で、あとはまあ、ここら辺開いていこうかなと。思っております。じゃあ行きます。4、これね、舐めたらいけないんですよ。星4から5、これ SP キャラが出る可能性あるんですよ。毎日配ってんのに。いけ!カリン。取れ!クロップ。いけ!ホーキン。頼む!エイリン。いや!ユージ。じゃあ、こっちにね、託しましょう。SP、キャラ 5% 召喚券。いけ!チャンスロー!チャンスロー!まあ、こんなもんですよね。で、あとはね、ちょっと X ランクボックスとか、ギルド報酬とか、全部取っといてあるんで、これをちょっと開いていこうかなと。で今、まだ1個も開いてないから、なんていうのかな、SP キャラが、出たれ、ラッキーかなーっていうことで。まあ、鍵もこんなにあるんで、すべて受け取るじゃなくて、一個ずつ開けていこうかなと思います。まずは S ランク報酬。トップ!デロンズの鎌。まあ、ね、中級なんでね。よっ。ジュールビー、嬉しい。工場戦。はい!ある。星さんな、泣けるな。25000ゴールド。てい!レイ。トーパーズですね。えい!5万。えいっ。あ、5万、やべ。もったいない。お金だけはいっぱい持ってるんですよね。3000万近く。すげえ貯まるんですよね。いけ。ああ。おい。25000。まあ、嬉しいですよね。二条先生やった。最後。おい。ああ。星4武器はもう正直言うと1個もいらないっすね。
で、あとはね、頑張ってここら辺も集めていって、セブンのやつ召喚券も早めに手に入れたいなと思ってます。で、あとはこのね、やつも解放石召喚券いっぱい取って、まあ、今後に備えるってとこですかね。アイコン、どうしようかな。10日連続ログイン。はい。で、月曜日なんで、いろいろリセットされてるんですけど、ガチャ引いていこうかなと思います。これね、明かりが出ると結構いいんじゃないかなと。まあ、どこでっていうと、まあ、あそこなんですけど、あのアリーナなんですけど。あと3必要だな。これで手に入れよう。まあ、この時期なんで、正直でルビーは使い切っちゃってもいいかなと。いきます。あかり40連。40連で解放石がね、もらえるんで。いきます。あ、ちょっと待って、俺引けるの？その前に。あ、大丈夫だ。今は、キャラボックスがある。お願いします。いい金率。アウト。やった。やっぱ新規だから燃やりやすいのはまだあるんですね。ジェーン。バリスタ。封炎。嬉しいな、封炎。パスカル。いいね。勝利。カルヘロンがいいな。トップ！オルディだった。オルディほんとよく出ますね。メインアカでは7体余ってます。いけ！あららららら。ビクトリア。まあ、やばい。これクラハンかな。クラハンのがいいな、ミコより。おい、ミコ。世の中そんな甘くない。よし、行きます。いけー。あ、やべ、押し損ねた。ユージ。あ、明かり出た。やった。明かり出た。出始めると、続いて出ますね。あ、とうとうもやらなかった。よし、セラ出たのはでかい。持ってなかったんで。ラスト。トン。トントントン。いけ！なんとー！これね、あれです。ガンダム F91 のシーブックのセリフです。避けるときにね。おし。あ、オルリー出ちゃった。クソ、オルリーか。まあね、新規にとっては何でもありがたいです。はい、まあこんな感じでした。明かり2体だから、まだ使えないな。で、これが22日までだから、もう1体手に入れることは多分できると思うんでね。3体。そうすると、ローアが3体と、ルーアが1体いるんで、まあ、それで貫突目指せんじゃないかなと思います。虹どんくらいあるんだ？ 42 個。まあまああるね。はい。ですね。こんなとこかな。この赤ね、エリスが3体手に入ってんすよね。なかなか引きが強かった。はい。ちょっといろいろ見ていくか。深淵の塔は、ほぼやってないですね。
やってないというか、やれないっすよね、正直なところ。まあちょっと参加するだけでも参加しようかなと思ってます。で、イニシエの塔は45回。どこまでクリアできるかなって思ってるんですけどね。ちょっとこうも動画で進めていくのもありかなと思ってます。パーティー構成とかね、自分なりの。おそらく、まあ SP キャラ、まあ、これを始めた時に見ていただいている方は、多分、メルキルも、多分、カーレーロも1体は持ってんじゃないかな。エリスはわかんないですけど。で、僕がバリスタ選んでくださいとかも言ってるんで、バリスタもいるだろうし。カーレーロもう1体いたわ。なので、まあ、パーティーは、同じようなパーティーで戦うんじゃないかなと思いますんで、まあぜひね、参考にしていただければすごい嬉しいなと思っております。はい、というわけで、ルールカチュン、月ガチャでございました。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあね。